大規模なコミュニケーションとか、イベントとかあるときはこう使うイメージですかね。はい、こんな感じで別のクラスで結構点在して、もう一つあるんですけど、点在してるんで生産によってちょっと移動が大変な人になったので、確かに移動が5分間で移動、そうです、たまに文句出ます。All right, so before we move on to the listening of your recording, let's talk about the article first. All right, so what is the article all about, Harvey? I think it's talk about the couple mind. Mm-hmm. 2022に6月に新しくできた施設で、ライブラリーってところから呼んでるんですけど、グループクラスだったりとかテストだったりとかオリエンテーションとか中規模の多目的ホール。ハロー、ここ一応セキュリティガードも、まあ、24時間、うん、夜も朝も対応します。一般的なご飯を取って並んでるメニューは日によって分かれる感じですね。はい、僕の見た中でチキンがやたら多い。アメリカンブレイクファーストも出ますし、うん、こんな感じのパッ、キャリーケースをしまう場所もあるので、はい、これ結構皆さんいいね。で、私物とかも必要なものとかはこのカーテン閉まるんで、この自分のスペースを確保してもらって、カプセルホテルみたいな、今のところ絶対なクオリティーで寝づらいとかっていうクレームはないですね。はい、だからこれ値段も安くて集団生活で全然大丈夫ですっていうような方はここを選ばれる。特にやっぱこのカーテンがでかいんです。確かに個人の空間が取れるっていうのは日本人にとってはかなりやっぱり一つのキーみたいで、こんな感じでプライベート空間っていうのを作る努力はしているので、そこら辺結構日本人の方にとってはポイントになるのかなと思います。冷蔵庫、ドライヤーももちろん完備で、こっちの量の特徴はトイレとシャワーが分かれてる。おお、はい、ありがたい。ここは全然ちょっとあの向こう側とは違う作りになってます、うん、はい、まあ、集団なんで確かに分かれてるのは結構いいかな。2人ぐらいだったら別にいいと思うんですけど、うん、4人部屋になってくると分かれてるのがいいですよね。やったら物を置くとこいっぱいありますね。結構女性の方とか意外と気にされてるみたいな、物を置くスペースがあるっていうのを大きいって言ってみてください。ここにも Wi-Fi が一つや、はい、あります。日用品はほぼこれ揃います。冷凍食品もありますし、飲み物、お菓子、あとお鍋とか、そういうのも全部含まれてる。 Thank you。 ここ SIM は買えますか？ SIM 買えます。 SIM 買えます。 SIM はプリペイドカード。おお、すごい。今まで JAC の一つの弱点だったのが、何か買い物したいとかそういうのがあった時に、あの街まで行かなきゃいけないっていう、今は全部キャンパス内で完結できるっていう一つの大きなポイントになってすごい。あの本当に大きな用がなければ出る必要がない。結構クオリティ高いなと思ってます。夕方の5時半以降になると半額になるんですよ。へー、はい、みんなそこで買うんです。へー、いいです。